はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回なんですけど、ちょっと見ていただけたらわかるんですが、ガチャを実は引いてしまいまして、おいトライアングルふざけんなよ、お前何勝手にガチャ引いてんだよ、動画にしろよって思った方多いと思うんですけど、僕もそのつもりでした。日本語喋ってくれと。単刀直入に言いましょう。取れてませんでした、ありがとう。はい、ということで、でも助かったのが、撮影ミスなんですけど、なんとかちょっとありがたかったのが、青銭を消費したところで撮影ができてないことに失敗したことに気づけたので、まだ課金はしてないんですよ。でも、青銭7000何枚あって、もう単発含めて全て使い切ったんですよね。で、ちょっと今青銭ちょっとちょいちょいプライベートで青鬼オンラインやってるんで、青銭今増えたんですが、その結果、スキーヤーのみです。はい、出たの。のみっていうかね、星さんが出なかったと。ホッケーのキャラクター出ず、スキーヤーは出てくれた。20連でね、限定キャラ1体出たんで、とりあえず、ちょっとほっとしたんですけど、なんとまさかのその動画撮れてなかったので。でもスキーヤーゲットできたということで、今回ちょっととある検証したいんですよ。このスキーヤー、ちょっとね、氷の上といえども、この限定スキンのスキーヤーだったら、滑るスピードが速くなるんじゃないかということで。はい、トレンクさん、お前は何を言っとんじゃと。お前バカかと。バカです。はい、ちょっとやってみようかなと思います。で、とりあえず、もう申し訳なさでの2回引きます。はい、申し訳ないんですけど、一応青銭ちょっと貯めたので、20連じゃなく、10分の1の 2連で許してください。連でもねえな。これで限定ガチャ引いてもええやで。千円、君は20連の時よく見たよ、君は。仕方ない。もう一回行きましょう。行きます。頼むぜ。イエス、セニョリータ。オン、コロコロ、マク、クラ、コロ。よし、それじゃあ行きましょうか。お、開幕、トラララララがいますね。とりあえず、スキーヤーで、滑ればいいだけなので、その後、違う、トラララじゃないわ、タラララだ。カツオ兄ちゃん、タラちゃんでーす。ちょっと若干声が違ったな。さあ、お、新ステージ。いいですね。大丈夫か、大丈夫ね。オッケー。とりあえず、この検証は、一瞬で終わるので、とりあえず宝箱を開く。開けました。行きましょう。じゃあ、果たして。はい。編集で倍速かけたい。変わんなかったということで、ちょっとそれ気になってたんですよね。どうもトライアングルと申します。新ね、そのキャラクターだと、なんか怪しいじゃないですか。なんかホッケー選手とかでしといて、で、そのステージがさ、この氷のステージって、おっと、ちょっと待って、マジか。ここでぐるぐるするか？いや、ここ危ないな。やっぱり一番安全なのはここだ。僕の中で。ここ。でも連れてきちゃったかも。連れてきちゃった。ごめんね。来る。お、ガスマスティー！サンキュー！さあ、オッケー。とりあえずここでぐるぐるすれば、ここ結構強ポジだな、そう考えると。でもなんでついてくるのやめてよ。本当に。困るわ。さて。で、皆さん、新イベント。ほぼ確実って言ったらあれだけど、多分クリスマスイベントだと思うんですよね。クリスマスだと思うんですが、そのイベントの鬼とかガチャ、絶対力入れるでしょ。絶対っていうのはないかもしれないけど、結構な確率で、そこに力を入れそう。やっぱり大きな一大イベント。さらに、ちょっとね、いやらしい話をしてしまうと、やはりクリスマスっていうのは、冬休みお子さんたちがすごい、やっぱ YouTube とか見る、ね、時じゃないですか。その時に、やっぱり大きなイベントって張り切るわけですよ、年末って皆さん。だからそう考えると、はい、ただきママスガスマスティン。これは、やばい。ちょっと、これやばい。これ、危ねえ。大丈夫、仕方ない。落ち着け。一回深呼吸。ガリオニ来た。どうも、ガリオニくん。ガリオニに追いかけられてみよっか。能力的になんか、面白いのあるかな。どうなんだ、ガリオニ、ちょっと観察してみよう。どうだ、ガリオニは滑らないね。でもやっぱり普通の能力なんだな、ガリオニって。本当に普通だ。なんか追いかけ、なんかないの？敵の、なんか、吸い込みたいな。
技を吸い込む的なのもあるわけではないな。え、ちょっと、おい、そういうのダメだよ。そういうのだぞ。そういうこと、そういうとこだぞ。そういうとこだぞ。ちょっと、ヒカキンさん、そういうと。まさか、これがガリオニの能力だというのか。よし、じゃあもう一回行きますか。くっそ。ガリオニ出現してバグでやられるとはな。ガリオニバグか。行きましょう。さて、トラ。なにこの、なんかこの名前流行ってるの？なんか、ト、三角に、トにハートにラに、さ、あ、同じ人？あれ、いや違うよ。確か50レベルだったもん。ランク SS の50レベルだったから別？え、なにこの名前流行ってる？なに、嬉しいじゃないのよ。なにみんな、これが今後からのトラさん大好き的なアピールということでよろしい？あ、ちげえわ。三角が男で、女性が、男って言ったら男性で、真ん中ハートが女性だから、男性、外はだ、あの、要は、で、三角で閉じてるじゃないですか。だから、あれは、外見は男性だけど、心は女性、ありがとうございます。そういうことですね。OK です。わかりました。理解しました。暗号解けましたよ。はい。そういうことか。三角、ハート、三角ってことは、そう、なるほどね。心はピュアだと。なるほど。僕みたいな男性ってことですね。ピュア。うん。なんでみんなあれかな？ボコボコにするような顔してんのかな？大丈夫？なんかあった？なんかイラッとすることあった？大丈夫？うん。行きましょう。さて、とりあえずじゃあ、その方に挨拶しに行きたいところなんですけど、まずは宝箱欲しいもんなんですよ。大丈夫？あ、ばばばばばば。なんかデメリットアイテムの出現が、確率が増えた気がするんで、ごじゃるが。そこら辺はどう考えてるでごじゃるかね。ちょっと待って、ここさ、ここ怖いんだよ。ここでこう曲がるじゃないですか。その曲がった先に青鬼がいたらもう僕は動けないんですよ、これ。これが本当に厄介。もうこの子、あっ！混乱が解けた。よし、じゃあもう一試合行きますか。いやー、もうさっきの、氷でズドンは本当に困る。よし、じゃあ行きましょう。ラララがいますね。レベル20の方ですね。よろしくお願いします。あれなんか別ゲームやってるんですけど、一人。スプラトゥーン。なんだろう、完全オリジナルゲームかな？ちょっとあんまり見たこと、んサンズ？なんだろうね、アンダーって、うん、やめとこう。うん、ここは、青鬼オンラインの世界だ。そう。てか、ちょっと若干、なんだろう、ホッケーの人が増えてきた気がするけどね。この限定ガチャのね。じゃあ行きましょうか。よろしくお願いいたします。レディゴー、ランバープレイン。さて、いただきます。でも大丈夫。みんな安心してくれたまえ。ここで、正直絶望な雰囲気だ。本来だったら、この足かせ、絶望だ。しかし、この今回のイベントの、この氷のおかげで、氷の中はね、足かせがあろうがなかろうが、素早さ速くなりますので、速くなるというか、普段一緒なので、はい、本当にやばくなったらこうやってね、もうここでこうやってスイ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 すれば大丈夫なので、はい、ご安心ください。はい、なんか、僕がこの、こっから今入った瞬間にゴリラが、ロッカーからウホってきたんだけど、何このロッカー攻防戦。ちょっとじゃあ、このロッカー攻防戦してる間に私は隣で、宝箱をいただきます。ありがとうござ。ありがとうござ。ま、宝箱取るだけが全てじゃないからね。あ、待って、うまいね。ここちょっとさすがにちょっと怖いから動かさせてもらうよ。なるほど。よいしょ。じゃあ、この下の宝箱を狙っていきますか。できればガスマスク欲しい。あー、これは無理だ。取られる。くそー。マスターの人にはさすがに勝てない。宝箱勝負は。本当にマスターの人ってさ、その宝箱取るのうまいんですよね。ってか、ちょっと待って。あー、いきなり今、青鬼なんか、もしかしたら動いてなかったかもしれないね。今、1匹目。1匹目がもしかしたらバグって止まってた可能性がありますね。2体目になっても全然減ってなかったんで、生存者がね。あれってか、青鬼どこにいるの？え、いなくない？え、毒切りでこれやられてってるよね。あれ？あれ？青鬼は？え、いなくない？待って、ガスマスティン、サンキュー。あ、落とした。よかった、ちょっと。あ、よかった、いたわ。青鬼の音がして、ほっとするってどういうこと？あそこ、今重なってんのかな、もしかしたら。重なってるっぽいかな。ちょっと離れておきましょうか。
できるだけセンサーには引っかかりたくないんで。鳴らないってことはこっち、来とるな、ま、どっちだ、待て待て、ここで一旦止まろう。いや、ここ止まるの怖いな。ここに止まるの怖いからこっち行こうか。あー、毒切り来てる。待って、最終地点どこだ。最終地点考えろ。ちょっと待って、ここにいる、怖い怖い、ここにいる。こっちか。いやー、先読め先読め。青鬼がいないところちゃんと狙って、ここにいた方がいいかな。これぐるぐる回れるもんね。ここ強そうだな。よし、ちょっとここで待機します。で、青鬼が来た方向と逆の方向に歩いていくと滑っていくかな。んで、最悪ぐるぐる、ここでぐるぐるすればいいんで。オッケーオッケー、だいぶ減ってってる。なんとか、なんとか2連続青逃げというものをして、なんか増えたぞ、生存者増えたぞ一瞬ラグってるわけじゃないよね。生存者一瞬増えて減ったよねよし、今んとこ僕は狙われてないから、ちょっとできるだけ離れてこう。こうやってやって、できるだけ距離離してた方が多分青鬼のセンサーとか引っかかりにくいとかあると思うから。でもあんまりこっちにいるとちょっと青鬼が来た時にこういう感じ。うわー、キバ鬼、まずい、キバ鬼やばい。どうする、これはちょっと仕方ない、こっち行こう。で、多分一人ロッカーいるでしょ。あ、いない、あ、やばい、終わった。あ、どうする、ここ来るな来るな、来ちゃった。あ、よし、あ、OKOK、 やった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 、やったぜ。よし、最終地点ここでしょ多分。でも一応どうする、いや、もう一回だ、来ない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 、よーし来た、動かざること山のごとし。動かない動かないよ、僕は動かないよ、来ないさ来ないさ、来るわけないのだよ。ああ、いや、来いよ来いよ、そこは来いよ、動画的に。おっと、相手のここ、相手のこっち。来た、よし、来た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 、よーし、私は賭けに勝ったぞ。よし、オッケー。ふう、来るな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 、来ない来ない、絶対来ない。ああ、私のとこに来たんだけど、ちょっとお助けも押す。あ、待って、逃げ切れば俺の勝ち。よし、来た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 、やったぜー、とやとやとや、よかった、さっき青逃げ、バグで青逃げできなかった分、なんとか青逃げすることができました。オッケー、連続1位、2回、実は、プライベートで、カットしてるんですけど、プライベートで1回やっちゃったので、はい、すいません。2連続青逃げしてました。ありがとうございます。やったぜ。はい、ということで、まあ、無事に、青逃げ、なんとかね、リベンジ、成功しましたが、なんかガリオンにすごい面白い動きしてるよね。で、あと、まあ、スキーヤーで滑っても、特に変わらないので、そこだけお気をつけください。ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。じゃあお疲れ様です。もう、これからガンガン動画上げていきます。そしてね、多分ね、実は、3戦目、要は1戦目、2戦目、冒頭の挨拶、1戦目、2戦目は、実は、昨日撮ったんですよ。昨日かな？いや、違うな。4時間前か5時間前にごめんなさい、撮ったんですよ。で、その後に僕今現在撮ってて、実は、もう動画にしてると思うんですよ。動画に、1本前の動画で動画にしてると思うんですが、はい、新青鬼が来ておりますので。で、今回もおそらく、これ青鬼の形してるけど、ナス鬼の時のように、おそらく姿を変えると思いますので、まあ、クリスマスの鬼でしょ。もうそれをちょっと楽しみにしていきたいと思います。ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。じゃあお疲れ様です。バイバイ。